吉住博士5月10日から2015年1月7日は日本の政治家、東京都台東区長、東京都議会議員、台東区議会議員などを務めた。現在の東京都台東区生まれ、先週大学経済学部卒業、山田久成元衆議院議員の秘書を務める。台東区議会議員7期、区議会議長。 東京都議会議員一期を経て、2003年2月の台東区長選挙に自由民主党公認で出馬し、当選を果たした。2007年3月の区長選では、無所属で自民党の推薦を受け再選。2011年の台東区長選挙に際しては、参戦出馬し、長期政権を目指す吉住に対し、参議院議員や経済産業副大臣を務めた。 国政経験の豊富な保坂三蔵森候補の意向を表明。自民党大統総支部は票の分散を防ぐための予備選を実施し、結果予備選では保坂が当選する。しかし吉住は予備選敗北を認めようとせず離党勧告を受け、自民党を離党。無所属で台東区長選に出馬し参戦した。2014年12月17日に健康上の理由により、 2015年の第18回統一地方選挙で執行される予定であった台東区長選挙に出馬せずに3期目の人気満了で退任する意向を明らかにしていた。しかし年が明けた2015年1月7日に長年総合病院にて肝細胞がんにより現職区長のまま急性73歳つ没後14位に追伸された。ありがとうございます。